関大店六キャンパスから見た北斎城大阪市立北斎城とは大阪市北区ながら西にある大阪市運営の仮想場斎場である1875年に大阪府で仮想金指令が解除された後1876年に民営の仮想場として前身のながら葬儀所が創業を開始1907年に公共性の観点から大阪市が 民営の仮想場4箇所を買収し市営仮想場として事業を継続。施設の老朽化のため1937年6月に施設の改修が行われ、10ユロ30基及び大正式場を完成。1940年には長良葬儀所から長良西条場に改められ、さらに1943年には北西場と改めることとなった。 1955年に戦時中心炭路を使用していたが、重油式火葬炉15基に改築。1970年代に重油から灯油に燃料を切り替えるなど、小階層を重ねてきたが、売り割り最上に続き1997年から、施設の老朽化及び環境的な問題から改修に着手。1999年より一部施設の供用を開始。 2001年4月から全施設での稼働を開始。周辺は住宅密集地帯であり、建て替えにより、都市型仮想場らしく外観は、仮想場とは思えない近代的な設備となっている。仮想料金は、大阪市内その他4カ所の最上共通である。毎仮想許可証の届出人が、大阪、八尾市民であれば市民料金で利用できる。 松本龍女前田武千代正寺礼児大阪市立、西条。ありがとうございます。